ドジャースチームメイト、大谷のホームランで感覚が来る。2試合連続のアーチに同僚は唖然とするしかなかった。ドジャースの大谷翔平投手は26日日本時間27日敵地でのホワイトソックス戦で初回に25号先頭打者本塁打を放った。ドジャースベンチでは大谷の躍動に唖然としたような表情を見せる選手もいた。初回の第1打席で右中間へ打った瞬間に分かるアーチをかけた相手先発のエリック・フェッティ投手のカットボールを捉え437フィート約 133.2 メートル飛ばした。自身初の2試合連続の先頭打者弾で10試合連続打点は球団新記録となった。直近10試合でこれが8本目のアーチ。6月後半は驚異の活躍を見せている。チームメイトたちは喜ぶ選手もいればドン引きの選手も。この日ベンチスタートのウィル・スミス捕手はもはや驚いていない様子で表情を変えずに拍手を送っていた。隣で見ていた25歳のボビー・ミラー投手も苦笑いだった。6月は1日同2日から15日同16日は打率216だったが16日同17日からは10試合連続で打点をマークするなど止まらない6月男にチームメイトも度肝を抜かれている。今日も来た、えぐいて、この人えぐすぎやろ、パワプロかよ。2試合連続先頭打者ホームランはヤバすぎる。怪物を超えた怪物。チームメイトの反応、チームメイトすらもあんもハイハイみたいな感じなの面白すぎ。敵も味方もドン引きしてて草。味方のリアクションから大谷翔平の凄さが伝わってくるわ。相手チームだけじゃなくて味方もドン引きしてるの草。味方も完全に呆れてる。連日ホームラン打ってたらそりゃそうなる。勝負避けて歩かせて OK な攻め方をされる可能性が一番低いのは初回の先頭打者だから、この打順が正解なのかもしれない。これだけ打ってたら2週連続の週間 MVP あるかもね。今年は打者専念なので単純に見れば疲労はその分少ない。8月以降もどれくらいのペースを維持できるかやね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。